東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。頃合いだ。ですね。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。なわけあるかいボギー。それ渡瀬、この裏切り者か。西島、今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。なんだ。あいつが荒川真澄だな。そうです。来ないな喧嘩。一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか剣道。味方になると頼もしいね。なんやおもろいことになってきましたな。で、今天道の横におるもじゃもじゃが昨夜話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。ああ、狙われるのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせない。くそが、いい加減にさらせ。渡瀬、やべ。渡瀬。なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、何を言うとるよ。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけがる。くっそー、マジか。キリオさん一人だけカッコつけすぎや。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら！というわけで、スタンダードでよ。ヘレスタンダードは私となった。
何Esta mataste, tío. ¿Lo atacan? ¿Por qué sube este hombre? Tío, pero tiene poquísima vida. Poquísima vida este hombre. Que estos agarran otra vez, tío. Un pistoleo. Venga, ahora. Joder. Jorie. あっちの入り口から増援が来てるんや。この調子だとまだまだ増えますぜ。俺が追い返す。悪いが、ここを通してやるわけにはいかない。どうしてもってのか。この俺が相手に。No se puede grabar. Solo. Ojo, que quedas tú solo, que lo vas a reventar. ¿Qué tengo de aquí? Ven. Julia!
たこ焼きたこ焼き。おりゃ。だったらかわいそう。あっ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 。やったぜ。キリュウさん。気悪うすんなや、堂島さん。わしのその用心棒はあんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど別人や。いやしかし、用心棒の派遣元は大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は察してくれや。わかりました。さあここはもうええ、行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。なんや、思ったより軽かったな。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったで。けどこれで全部しまいか。海も登場会も泡と消えるわけやな。おお、せや。ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺はお前が死んだなんて信じとらんかったで、キリュウちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。何や、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。無理に付き合ってもらう必要はねえ。俺がこっから帰りゃ済む話だ。わかったわかった。そしたらもうちょい芝居に付き合うてるわ。せやからまだ帰んなや。あ、何や。獅子堂、お前まだ。えらいさっきのこもった名刺取る。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんだな。何や、お前しばらく身内に弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから倒産。近江連合ぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや、獅子堂。いくらしいもんやかにせ。雑魚は引っ込んどけ。するの。何やと。わかるよ、するの。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけや。おれや。ほう。やっとるんや、マジマ。なるほどな。離さんかい。猫にゃま。
こんなもんかいな。見てみ、まだ死んどらんで。この俺も近江連合もせやろうが。おう、やるよ。こういうしぶといところがうちの強みやったな。渡瀬さん、その傷。親父、これは警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか、ここでこいつらの弾取らな、極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の烙印押されて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろか。そうや、あ、そうです。強さと恐怖が人を支配するんや。やらんわ、よ。極道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやる。裏切り者をぶっ殺すんや。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届け、私がケツ吹く神にしたれ。登場界のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわ。八幡さん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。は？全部吐き出させなきゃ、あいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら、俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似、俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ、堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病もんだ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く臆病もんがそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。ならこれが登場会最後の花火だ。何やこいつら。上等やないかい。行くぞ。すいません。
Primero recuperar vida. Primero recuperar vida. Un vento rico. Tengo tira de saque. Y dos de balda. Vamos allá. Ven. Ya me he sido, ¿va? Kiru-san, allí es. Aitsu ga honbu no hou ni. Keri tsukeyou ya nai ka. Kiru-e. Shishida. Odore ra. また終わっとらんわい。行けや桐生、こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。あいつはお前の客なんやろ。ならお前の手で直接引導渡したり、きっちり思い知らせてこいや。わかった、ここは頼んだぜ。初対面のあんたたち。相変わらず頑固やな。この大広間の、この場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわ、そないなもん。一度でも東条会のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど、
俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。なんやと。いくら名を消してもいくら自分を偽っても根は俺も同じ。てめえより強い奴がいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったら、なんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは、毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。キリュウ、お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもへ。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はあ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。Pabila. Eso de la botella es de embriaguez, ¿no? Si veo mosca que... Agua con poderes místicos. Se dice que era algo de enfermedad, pero era algo soporte. Chiván. No puedo. Qué bro, huevo. Venga, Pabila. Pabila. Vaya, tiene todo lo que recuperar la torre ahora. Yo creo que aquí ya puedo darle todo lo que tengo, porque yo creo que después de este ya no habrá ningún otro, ¿no? Voy a pelearnos con todo lo de fuera. ¡Oh! ¡No! La música es bestial. No puedo recuperarme y el golpe que me puede dar es mortal, ¿eh? Vale.
혼자 스테어. ¿Puedo tener la vida entera? ¿Puedo tener la vida entera, por favor? ¿Sumito? Todo lo que tengo. Bueno, la vejiga a tope, ¿no? ¡Puedes tener la vida, tío! No veo problemas este, ¿eh? Yo creo que a la primera vez. Toda mierda aquí con ratón este. ¿Eh, tío, espada? Uf, ahora soy yo, que caigo. Escapa de ahí. Vale, tío, la vida. Para mierda, pero... Fuera.
nosotros abajo, ¿eh? ¿Eh? ¿Las letras? Para un ataque. Oh, que ha dejado más fuerte, eh. He recuperado vida. Voy a hacer el esto. Hostia, pues espérate, me puede matar, eh. No me jodas. Me voy a equivocar, me mata, ¿no? De matarlo, por favor. ¿Qué? 見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や東条会を止められんかった。こっちの勝ちや。ええ勝負やったな。うん、褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。渡せ。Este tío no muere ahora, no sale en el próximo video. En la que a dragón. よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょう。あんたやってくれたな。大道場ペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりてえとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。これから一生きっちり首をはめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。やなぞ。2020。Está súper relajado ahí el Kiryu. Mezurashii desu ne. Mou zazen wa akimashita ka?
まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。たまには一息入れるのもいいでしょう。どうもここで悟りを開けるとは思えませんね。これは手厳しい。新しい仕事か。いえ、あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き横浜でもご活躍したばかりです。まあそうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこか似ている気がします。人の罪をかぶって刑務所に入ったりするあたり。いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて、俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただあの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりたいと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。大道寺としても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った、それだけのことだ。しかしですね、さっきから何が言いてんだ。そろそろ本題に入れよ。用があって来たんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね。何せ500億の利権です。ついでに私個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。ねえ、初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。ハルト君は4歳でしたか。可愛い盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている二人は太一君と彩子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、彩子さんがカメラに気づいてしまいます。
こっちはみんな元気。ハルカ姉ちゃんもハルトもね。シロも泉もコウジ、ミツオ、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コージもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる、泉はトリマーになったの。豆で練習してた。ミツオはとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる、ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、ハルカ姉ちゃんとユウキさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしたく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も大地ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。ハルカ姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上、妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討はしました。いや、見せてくれた、感謝する。太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて、絵の入った筒を置いていきました。ですが、死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。真ん中にいるのがあなたでしょうか。うまい絵だな、ハルト。見ろよ、4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時、あいつはまだ喋れもしなかったの。なのに立派にやってますよ、ハルカさんも他の子たちも。まったくだ、あいつらはとっくに自分の足で立って
歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺が耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。手柄を挙げた者には見合った待遇を与える。新将出発ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって馴れ合いはしない。その点花輪君はよくわきまえてんだろう。もちろんです。偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。一派からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。勝手ながら鈴木太一としておきました。昔この偽名で身を隠していたことがある。存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間になるより以前、別のつてであなたを知る機会がありましてね。初耳だよ。私もあなたと同じなんです。何がだ？新たな人生を手に入れるために自ら名を消した男の一人。要するに、まだまだあなたの知らない秘密があります。もうそういう話にもなれた。
お気をつけて。桐生さん。またな。Pues la verdad es que es muy chula, la verdad. Bueno, ahora vendría después el avance para la nueva historia de Infinity Wheel, historia de Kazuha Ichiban, que seguro te ha gustado la de Kiryu. Os dejo con los créditos, como siempre. Esto no quiere decir que sea el último capítulo de la que Dragon Gaiden. Usaremos más misiones de Akami y demás en el siguiente capítulo, pero la historia principal la tenemos completada. Os dejo con los créditos, como he dicho, y nos vemos en el próximo. Pronto. Can't let it go. It keeps on going.